脇本にちょっと及ばなかったけど。そうですね、ちょっと雨で滑った分させなかったですね。ということは足はすんなり回ったら抜く？ちょっと場所次第ですね。脇本抜かれたくないって言ったけど。いや僕もそんなになんかガツガツはしてないので、はい、でもね、あの今年のタイトルホルダーが2人、そうですね、並ぶっていうのはなりました ね、はいね、はい、あの2人とも余裕があって走れるから、はい、ある意味ちょっと逆にちょっといいような気が、ね、はい、しますね。どっちも気持ちの上で余裕あるだろうから、はい、力が十分に出せるというか。そうです ね、 ね、で今日はやっぱり後ろね、あの松岡もいたし、何とか乗せてあげたいみたいな。はい、やっぱりホームではワッキーが入った時に仕掛けたんですけど、うん、ちょっと雨でその1コーナーでスリップしたので、うん、その分ワッキーにちょっと先行かれましたね。まあ、最終的には追い込みの形になったけどね。はい、雨降ってなかったら先に出れて九州さんに決まったんじゃないかなと思うと、ちょっと天候には勝てないかなという感じもしますけど、ね、まあ、結果としてはね、選手にとってみれば非常にいい形になったんだけど、滑って気がついたら前にワッキーがいたって感じですね。まあ明日は最初からいるから。最初からいますね。ね、あのしっかり目標に、はい、頑張ります。あのいいレースを。ありがとうございます。はい、頑張って。